ドジャースの大谷翔平は、本拠地のパドレス戦に、2番指名打者、で先発し、2打数無安打1打点。6回に中義飛を放ち、2四球1盗塁を記録した。開幕から17試合で打率3割4分3厘、OPS1.078 の好スタート。打撃8部門で自己ベストの数字をマークしている。開幕当初は出遅れたものの、今季1号を放ってからの9試合では、打率4割3分2厘、4本塁打、OPS1.476。止まらぬ打棒に、彼は大差でナンバーワンの野球選手。この男は特別だ。そして彼は投球もできる。史上最高、と SNS には声が並んだ。大谷の2020年からの3年間の活躍ならば、誰が見ても現役最高と思うはずなんやけどな。議論があるとしたら、メジャー史上最高の選手は大谷か？野球の神様ベーブ・ルースか？ということだけや。アメリカには未だに、大谷よりもジャッジやアクーニャが上と固くなに言い張る人もいるんよな。ジャッジやアクーニャは確かに素晴らしい選手やが、数年に一人の選手や。大谷は間違いなく100年に一人の選手で、次元、格が違うで。タイトル取るなら一番現実的なんは本塁打王やろうけど、もし打率3割3分前後をキープできたら、MVP あるいは三冠王が見えてくるかもしれんな。投手をしながら、打者としても信じられないほど高いレベルの結果を残してきた大谷が、打者に専念することで、より奥深い、未踏、の地に入る可能性が見えてきとる。開幕戦当日から大谷選手自身の問題でごたごた、もやもやしてたが、ここに来て大谷本来のバッティングに戻りつつあるんやないかな。調子も打球の角度とともに上向いてるから、打点もそのうち増えてくるやろな。盗塁だけはベッツが前に、フリーマンが後ろにいるから、当初想像していたように40盗塁、50盗塁とはならないかもしれんな。今年は打撃専念だから成績は残してほしいな。大谷はこれからがベストな打撃を見せてくれるやろ。ドジャースで新たな大谷伝説を作ってほしいわな。